現実世界で遭遇したらヤバいポケモントリトドン。ポケモンの世界では愛らしく、バトルでも使用されているため馴染みがあるポケモンのトリトドンですが、実際に現実世界で遭遇したらかなり危険度が高いのではないでしょうか。ヤバい理由その1、意外と大きい。トリトドンは体長 0.9m、体重 30kg 弱と中型犬ほどの大きさです。しかも単体ならまだしも群れで行動することが多く、襲われたらひとたまりもないことが想像できますね。トリトドンはナメクジカタツムリがモデルとなっているため、単純にこのサイズのナメクジに襲われと考えただけでかなり恐怖を感じえません。ヤバい理由その2、特性が強い。トリトドンの特性は粘着、呼び水、砂の力の3つがあり、それぞれ厄介な効果を持っています。特に呼び水では、こちらの水を用いた攻撃は全て無効にしてしまうため、塩酸などを用いた攻撃なども無力化されてしまいそうですよね。またトリトドンの特性粘着は、本来は道具を奪われないという特性ですが、現実世界で考えるとトリトドンにひっつかれると手も足も出なくなってそうですね。ヤバい理由その3、技が凶悪。トリトドンの使用する技は幅広いですが、特にドクドクやあくびといった相手の状態異常を誘う技が多いです。遭遇した段階で眠気を誘われ、毒状態にさせられると考えるとかなり厄介極まりないですし、それを巨大なメクジが集団で襲ってくると思うと、もう想像したくもないですね。以上のようにトリトドンと遭遇すると非常に危険な状況に陥る可能性があることがわかります。またもしトリトドンに襲われた場合は、周りにいる人に助けを求めようにしましょう。視聴いただきありがとうございました。トリトドンが危険だなと思った方はグッドボタンを、他にも遭遇したくないポケモンいるよねと思った方はチャンネル登録をお願いします。